先ほど20時24分ごろ、小笠原を震源とする地震が発生いたしました。最大震度は小笠原で5強、震度5強となっています。ここ横浜では震度4、震度4が観測されました。この地震による津波の心配はございません。先ほど20時24分ごろ、小笠原を震源とする地震が発生しました。最大震度は5強、小笠原で5強となっています。横浜市では震度4を確保。この地震による津波の心配はありません。後日にしてほしい。こんな謎の状況の後日にしてほしい。後日この状態からスタート。
3時ぐらい。じゃあ切り替えていこう、切り替えて応援もしていこう。